18歳、これから演技をする谷川も18歳、そしてその他早坂19歳、加藤21歳、本当にゆかは若いですね。そうですね、本当に若い選手がこれだけやってくれるというのはすごいですね。市立船橋高校から順天堂大学1年生の谷川、はい、今難しい技だったんですけど、いい難度の着地まで求めてよかったですね。はい、さあそして2本目は、あ、これも高さがあります。ピタッと止めてきました。すごいですね、今も、2回回った技から連続でつなげたんですけど、これをする選手もほとんどいないですね。屈伸のアラビアンダブルフロントという技、 E 難度、そこから技をもう一つ続けてきました。まあ、インターハイは個人総合で1位、あの白井健三を抑えた選手です、谷川航、はい、彼は、床が非常に得意ですので、はい、本当にいい床してくれますね。ここも前方2回から、はい、安定感のある着地です。ひねり系の技で攻める選手が多いのか、はい、彼は回転系の技とひねり系をうまく織り交ぜながら演技を組んでくれてますね。そうですね、後方2回半から前方1回、着地ですね、はい、さあ、あとは最後の1本です、はい、最後は3回ひねりです、はい、18歳のゆか、はい、最後も止めてきました、はい、最後の3回ひねりも非常に良かったと思います。今後白井健三と切磋琢磨し東京オリンピックを目指す逸材、谷川航のゆかです。若さもある中で落ち着きもある演技でしたね。そうですね、最近の大学1年生に思うことは、はい、こんな落ち着いた演技を大学1年生でするっていうのは考えられないですよね。そうですか、そして間違いなく白井の影響をみんな受けてるでしょうね。そうですね、やはり白井選手がいて、こういった谷川選手がいて日本の将来は明るいですね。そうですね、まあ、白井は床で世界の金を取りましたが、その白井を個人総合6種目で抑えて高校生チャンピオンになった谷川航が今後の日本を背負って立つ逸材です。床で素晴らしい演技を見せました。谷川のスコア出ました。 D スコア 6.5、 E スコア 8.95、 技の綺麗さが 8.95 です。 15.450 でここまで割ってトップに立っています。確かに